島村健太島村健太は日本の元レーシングライダー、元レーシングドライバー。東京都港区出身。1987年全日本ジュニア 250cc クラスシリーズチャンピオン。東京、芝浦で貿易会社を経営する裕福な家の次男として生まれる。中学2年の時に渋谷で見た草刈正雄主演の映画、汚れた英雄に影響を受け。 オートバイロードレースに興味を持つようになる。免許取得後、高校生時代は、学校から帰宅するとすぐに就寝して深夜起き出して、国道20号線をダルミ峠へ向かい明け方まで走り回り、夜明け前に学校へ行くために帰途に着くという生活を送る。そんな生活の中、レーシングチームミラージュ関東のスタッフと知り合い、交流を深めるうちに峠が良いから、 サーキットへと方向性が変わっていった。理解のある父親と二人で家のキャラバンをトランスポーターにつくばサーキット通いを始める。1985年に二輪レースデビュー。1986年の年度半ばで MFJ により行われた1986年度の開催済みのノービスクラスのレースの予選通過者全員に対するジュニアクラスへの一斉昇格を行う。 特別措置で年度半ばでジュニアクラスへ昇格。1987年全日本ジュニア 250CC クラスでシリーズチャンピオンを獲得。1988年に4輪へ転校。1992年には原田敦、吉川富子らとルマン24時間レースに出場。1994年にレースから引退。 1985年二輪レースデビュー。1986年筑波選手権第一戦で予選2位から優勝。年度半ばで MFJ により行われた1986年度の開催済みのノービスクラスのレースの予選通過者全員に対するジュニアクラスへの一斉昇格を行う特別措置で年度半ばでジュニアクラスへ昇格。 全日本ジュニア 250cc クラス第2戦以降のうちの3レースで入賞し39ポイントを獲得。年間ランキングで10位という結果を手にする。1987年全日本ジュニア 250cc クラスで合計99ポイントを獲得してシリーズチャンピオンを獲得。 伊藤真一が参照した他は優勝者が固定せず、入賞者も多く入れ替わるシリーズで安定した成績を残したものの、一度も優勝を記録しないままでの年間王座獲得であった。1987年度全日本ロードレース選手権ジュニア250クラスランキング1988年前年シーズンオフの時点でこの年の体制が未定ということが1月発行の二輪紙の インタビュー記事に掲載される。結局永久昇格を果たしながら2輪から引退、4輪へ転校。シーズン途中の6月から FJ1600 円5 0出場。1989年全日本海産選手権に参戦。1990年フランス海産選手権参戦。1991年日本へ戻り、耐久レースフォーミュラトヨタ。 全日本海産選手権に参加。1992年全日本海産選手権 N1 対久、全日本ツーリングカー選手権に参加。原田氏、吉川富子らとルマン24時間レースに出場。ルマン24時間レース160周走行し、チェッカーを受けたが、周回数不足のため非完走として14位のもとに、記載。1993年。 N1 耐久全8レースに参加。1994年8月13日開催の筑波ナイター9時間 &3 時間耐久レースに参加。このレースをもって引退。四輪転向時に地元で家業を継ぎ、現在はシワウラフ島近くで飲食店を経営している。外部リンクの不死へ。ありがとうございます。